大津市役所大津市役所は日本の地方公共団体である大津市の組織が入る施設である。本校では市内に複数点在する市民センターについても説明する。住所、滋賀県大津市五領町3番1号北から別館、新館、本館の順に建てられている。庁舎内の配置は以下の通りである。システムの見直し公民館業務所在地大津市役所へのアクセス。 大津市、2017年11月29日閲覧。AB、大津市役所フロアーズ。大津市総務部管財課。2017年11月29日閲覧。大津市、会計管理を民間委託18年4月から。日本経済新聞。2017年5月23日閲覧。市所機能、十カ所に東廃合大津市が素案。京都新聞。 https://headlines.yahoo.co.jp/.hl, a イコール2017万1128から000033 0 0雇用てル2 5 2 0 1 7年11月29日閲覧大津市役所全面閉鎖25日来月6日職員11人感染読売新聞2020年4月21日閲覧 ありがとうございます。